よく晴れた天気になりました。埼玉西武ライオンズ対東京ヤクルトスワローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今日はデーゲームなわけですが、デーゲームとナイトゲーム、西さんはどちらがいい悪いというのはあったんですか？まあ朝早いのでね、デーゲームはちょっと苦手でしたけれども、まあナイトゲームはね、やはり、お客さんもたくさん来ますからね。そうですよね。西さん、この展開ですから序盤のうちに1点でも返しておきたいところですよね。まあとにかくね、なるべく早く追いつきたいですよね。本当にそうですよね。打った、レフトが追いかける、ぐんぐん、レフト見送った、ソロホームランが出ました。1点返しました西武ライオンズ。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。ライオンズが追い上げます。5対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただいています。弾丸ライナーで入っていきました。ちょっと低いかなと思いましたけどね、よく伸びましたね。ここで得点が入りました。西さん、点差を離されてしまっているわけですが、その分つけ入る隙というのも生まれるかと思うんですが、いかがでしょう？いや、そうですね、諦めないでね、バッター陣は自分たちのバッティングというものを大事に考えてほしいですね。そうですよね、一球一打に集中してほしいと思います。高めに大きく外れています。バットに当たりません。三振、ワンアウトです。8回の裏、ライオンズバッターボックスに入ります。今日はホームランを放っています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。もうここは何が何でも点を取っていくしかありませんから、食らいついていってほしいですね。なるほど、そうですね。打った、セカンドの右、ライト前へ抜けていく、バックホームする、サードランナーがホームに帰ってきました。ライオンズ1点返しました。5対2になりました。なおも三塁一塁のチャンス。ご覧いただきましょう。ここで見事なタイムリー、点差を縮めます。このままでは終わりたくないですからね。ここで得点が入りました。残念ながら西武ライオンズ。名古屋ドームからお伝えしてまいります。中日ドラゴンズ対埼玉西武ライオンズの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？そうですね、僕は一番は表情ですかね。一番表情に出やすいと思いますね。あ、表情ですか。ぜひ今日は表情を見ていきましょう。バッターは7番に入っているライオンズ。ダブルプレーでランナーなくなりました。マウンド上、大野、そしてキャッチャーは木下。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。初球は何から入ってくるか。空振り。スピードボールを持っています。真ん中打ちました。これは強打。一塁送球、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。走り込みながら見事にキャッチ。
ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやーこれはよ、さあドラゴンズ、ここで長打力のあるバッターを迎えています。とにかくここは一発逆転だけは避けないといけませんよね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の藤島、このピンチをどう切り打ち上げました。掴んで3アウト、反撃はここまで。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。打席には7番バッター。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。又吉、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました、これはショートライナー。ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。メットライフドームからお伝えしてまいります。埼玉西武ライオンズ対広島東洋カープのゲームです。解説は西俊久さん、赤星範博さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。バッターは7番に入っている野村、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ストライク、豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。西さん、この辺りでそろそろ反撃に出ていきたいところなんですが、いかがですかね。本当ですね、あの弱気になっちゃダメ。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。バッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭、さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。このチャンスをものにして流れを引き寄せたいですよね。まだまだ分かりませんよね。うん、なるほど、そうですよね。これはすっぽ抜けました。体に近いところ打ちました、痛烈、センターに抜けました、ホームに送球、これでマルチヒット。8回の裏、7番から始まるライオンズの攻撃。バッターは先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ライオンズ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。さあ赤星さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。まあもちろんライト方向で一二塁間を破る、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー一塁です。ここは綺麗に流していきました。いやここはね、うまくバットが出ましたね。いいバッティングです。打順は7番、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。2アウトランナーありません。この回のライオンズ打線ですが、たった3球で2アウトになっています。ちょっと短パ、また最後はライナー掴んでアウト、これで3アウト。
お待たせいたしました。埼玉西武ライオンズ対東京ヤクルトスワローズ、まもなく開始でございます。2回の裏、ライオンズの攻撃は5番指名打者背番号30
スワローズ選手バッターは お待たせいたしました。埼玉西武ライオンズ対東京ヤクルトスワローズ、まもなく開始でございます。Thank you.